株式会社 NHK メディアテクノロジーの機能市会社で放送技術を企画開発する技術プロダクション機能とユーザー系システムインテグレーター機能を担っていた NHK グループの中核技術企業である2019年4月1日 NHKITEC と統合し解散日本放送協会の技術会社であった NHK テクニカルサービスと NHK コンピューターサービスが2008年に統合して発足した。NHK テクニカルサービスと NHK コンピューターサービスはそれぞれ番組制作、創出、放送システムの開発、運用、保守などを担う機能分担し会社であった。統合の目的は放送と通信の融合技術であるメディア技術の開発であった。組織統合の際に NTS は 放送技術本部 NCS は情報システム本部とされ、NTS の支社、事業所は地域センターとして置かれることとなった。また、目的となっていたメディア技術については、データ放送や NHK ハイブリッドカストなどを開発するアドバンスドメディアセンターとして部門化されていた。なお、アドバンスドメディアセンターでは、放送技術と情報システム技術を持った社員が混在していた。 グループ内での役割は NHK を高度な技術で支え継続的に番組を制作、創出することである。技術分担会社では総合技術会社 NHKITEC と同社 NHKMT の2社が存在するが NHKITEC は送受信技術の担当であり NHK メディアテクノロジーは主に情報システムや番組制作、創出などのソフトコンテンツ面を担当していた。 委託による放送番組の創出、制作に関わる技術業務並びに情報システムのコンサルティング、企画、設計、開発、運用、保守、教育を主要事業としていた。2019年4月1日付で NHK 関連団体の技術士会社 NHKITEC と統合され、解散。高精細コンテンツ 4K8K 番組制作業務、番組創出、 運行対応、オリンピック国際信号対応のほか、3D を含む情報システムの設計、開発やメディア変換からパッケージ製品の販売までを行っていた。2018年度現在、ありがとうございます。